午後は780回目、こんにちは、局長の西向井光三です。こんにちは、ミキトニーこと糸数美希です。こんにちは、ヒゲシマこと秀島雄一です。イエイエイ、すごい、やっと喋れるもん待ってなんかもういい感じな感じだったよね。そわそわ、やっと喋れるわ喋りたくて喋れなくて、そうそうそうして歌の歌みたいな思ってたんですか、とワンダイレクションがとか言って聞きながらねまあ今日はね、カウントダウン特別番組をお送りしているため、ゴールデンアワーはこの3時台2部のみの放送ということになりましたので、よろしくお願いします。で、また社内連絡で3時55分までって書いてあるんですけど、3時50分までです。あ、惜しいね。ただ来週1週間は第2部は55分までなんですよ。ややこしいややこしいね、本当にややこしい。ちょっとだけ長くなる、来週1週間楽しんでいただきたいと思いますが、さあ、特別番組のため第2部のみの放送のゴールデンアワー、本日はリスナー社員が選ぶベストネタゴールデンアワード2012をお送りします。はい、これさ、今日やばいよね。やばいです。あの、皆さんお腹抱えて笑う準備しといてください。マジやばいです。マジでやばいらしいです。私も超楽しみですから今日本当になので今言っときます、よく書けません。書けない、書けないんだ。さっきいっぱいね、そういうことです。中野ゆうたさん書けてたんで、俺がしてたからゆうたよろしくなって言ったから。いい曲いっぱい聞いたんでしょ。そうですね。ゴールデンアワーで皆さんのネタで楽しんでいただきたいと思います。よろしくどうぞ。ゴールデンアワーをお送りしてます。さあ早速いきましょう。ゴールデンアワード2012、まずは2月10日放送ゴールデンネームうさぎ豚おじさん、そして4月13日放送ゴールデンネームボジョレーニオボさんの作品です。局長ミキトニーこんにちは。こんにちは。昨日友人から妹夫婦が家を建て新築祝いするんだけど、いろいろあって参加人数はこちら、こんにちは、はい、久々出社の富城の綾瀬はるかことうさぎ豚おじさんだよ。金曜日だ、わいわい、ミキトニー金曜日だよ、局長金曜日だよもう分かってる。明日何する、何して遊ぶ。私はプロ野球キャンプの練習試合見に行くよ。で、帽子かぶっておにぎりと水筒持ってね、うん、私がプロ野球選手の彼女で彼の試合見に来てる設定で一人遊びするってほら痛すぎる。週末楽しみだな。一人身でもやり方次第って人生って楽しいんだな。楽しんでも、大いに楽しんで。やっぱりうさぎ豚おじさんはこう一線超えてるよね。何か他の人とは違うなんか。ね、超えてたらまずいか。そうか、まずいか。ってことで、こんなかわいそうな私のためにリクエスト流してください。いきなり来ましたね。ガツンと来ましたね。この時はまだ綾瀬はるかを押してた。押してましたね。あったあったってなりましたもん。いつからなんかそういうのやめたのかなって。モーグリになりましたからね、途中から。途中からやめて始めたんですよね。やっぱり聞いてもこの人はいつ聞いてもこうですね。すげーなー。面白いんだよね。突き抜けてるよね。突き抜けちゃってますよ。さあ、続いての準備ができたようです。続いてはボジョレーニョボさんの作品です。ボジョレーニョボです。はい。こんにちは。こんにちは。今日は想像、今夜のプロ野球楽しみですね。マー君とユウちゃんが対決します。どんな対決になるのか今から想像してます。楽天ゴールデンガサガサーズの小厚のマー君と日本ハムフッカーズの千葉菜のユウちゃんの対決、ワクワクです。いいね、日本ハムフッカーズごめん、日本ハムフッカーズの千葉菜のユウちゃんセカンドなんですよ。しかもゴロ取り損ねて怪我しますから、バレットフィンガーになっちゃったんで。そうそうそう、全治1ヶ月です。本当に。まだ今、包帯痛々しい状態なので。どんまい、5月までかかるっておっしゃってましたよ。嫌な対決だな、これ。ありましたね。あったね。ギタリストなのに怪我したっていう。どういうことなんだっていう。バレットフィンガーありましたね。絶対泥試合。もう、面白かった投稿、うさぎ豚おじさんのキャンプで妄想彼女ごっこって言ってた。すごいよね。おにぎりと水筒持っていくからね。おとつきとはるからもね、ナンバーワン、うさぎ豚おじさんのプロ野球キャンプで妄想彼女ごっこ。あれは秀逸でしたと。すごいよ。一人身もここまですると楽しくなるんだなと。すごいね。楽しさを知ってるよね。すごいよね。極めてるわ。さあ、次は。コーナー行きましょうね。5月22日の週刊釣りバカジンです。週刊釣りバカジン、週刊釣りバカジン、釣りバカの釣りバカによる釣りバカのためのコーナー、週刊釣りバカジン。浜ちゃん、スーさんの後は俺に任せる、編集長のよっちゃんこと崎浜秀明さんです。こんにちはポジティブよっちゃんです。すごい、なんかすごい幸せになれましたでしょ。ポジティブはポジティブのチンポジティブですけどね最高、もう時間ない、もうが
のこの後詰まってるから時間ない。詰まってます、詰まってます。 B&B 並みに働かんといかん。古いな、またその話。さあ今日はですね、釣り道具以外使い道あるの、はい、と。あ、釣り道具がってこと？釣り道具はお家に置いてたらただのね、あの場所取りじゃないですか。まあ邪魔ですね。邪魔でしょ。でも皆さん、うん、釣り道具は釣り以外にも使えるんですっていう朗報を皆さんにお届けしていきたいと思いますけども。の最初は飛ばすよ。飛ばしてください。どんな風に飛ばすか後でびっくりするから。いやだから早く飛ばしてよ、だから。本当に。まずですね、あの竿なんですけども、僕らは小さい時、うん、この竿は釣り以外で、タコ揚げに使ってました。あー、あったなー。あったでしょ。そうなの？楽だから。あー。リールで巻くとね、手でこう、あの糸にね、ぐる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 するよりも、早く巻けるし、早く出せるし、魚が引いてるような感じで楽しいわけですよ。僕らは、これを、ある曲に乗せてやってました。この曲です。街しなやかな獣たちよ、金色の汗を流そうぜ。何すかこれ。カイバンドのビューティフルエネルギーさん。これに乗せてやるんですか。ビューティフルエネルギーしなやかな獣たちよ、金色の汗。もういい。1980年ですよ。10歳。これね、あの違う、これある化粧品の CM だったんだけど、ほうほうほう、女の人が化粧して、うん、カジキ釣るわけよ。あー、なる、それでポンピング。女性がポンピングするわけ。あれすか、ポンピングって。ポンピングってのは引っ張って、引っ張った分糸巻くわけ。あー、なるほどなるほど。ポンピングするわけよ。押すね、ポンピング。もうすごくて、もう魚釣りやってる時もビューティフォーエナジーやってた。ぜひ皆さん、あ、もう思い出してやってください。あの、うちの近くの憩いの市民パーク、略してイコパーで、うん、おっさんがよくやってんですよ。あ、本当に。釣り竿でタコ揚げ、多分近くにやってたらビューティフォーって歌ってる。聞いてみようね。ぜひ耳を澄ましてください。60代の方ですけど。まあそれ以外にですね、あの、バイクのいたずらや盗難防止に、うん、まあ、この竿を固定して、紐つけて引っ張って、プレデター捕まえるみたいに、下に輪っか入れて、草敷いて、捕まったら、ピューッ上に上がるから。ブービートラップ作るんだ。そうそうそう。すごいね。竿を使います。まあ、あと、リールはですね、料理に使えますよ。黄身と白身分けて、白身だけをね、メレンゲするときに、このリールで、いや。いや、ぐる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 ぐ
反してからぐるぐるダメな手でぐるぐるするよりは絶対早いと思うわけ。手でしないし、あのスプールの部分がぐるぐるしてもういいですか。もういいですよ、はい、もうあの気持ちはあの十分あんだけかけたからね。そうね、ビューティフルエナジーでもビューってかけましたんでもう OK です。道向かい工場さんから来てますね。はいはい、釣りの神様よっちゃんに質問。何ですか。エントラ漁港のとこに鳩場食堂ってメガ盛りで有名な食堂あるさ。出た。前寿司川と食べに行ったんだけど、うん、カツ丼とかデージメガ盛りですよ。はい、やっぱり海んちとかハードな仕事だからこのぐらいがっつり感と体力持たないはずやって話しながら頑張って完食したわけ。した。しばらくして地元民らしき海んちのおじさんたちも食堂に来てよ、うん、注文聞いたらみんなおばさん半そばで注文して分かってるね。よっちゃん、あのメガ盛りメニュー誰向けのメニューだわ。あれはですね、あの新人さんを懲らしめるためのメニューです。みんな半そば食ってんだったよ。もうだって普通に食べたら残すのに持ち帰りできんわけよ。しかも取材拒否のお店だから行くしかないわけよ。疲れるわ。いいかね。何ですかこのクオリティ。ゴールデンアワード2000のことまだまだ続きます。ゴールデンアワード2000にお送りしています。マイキーありがとうございます。マイキーすぎでしょ。時間ねえな。続いてこちらも金曜日6月15日ゴールデンネームアシカさん、そしてその日のミサトのトンボとピサラのパントゥーです。社員番号6000さん、アシカさんです。ありがとう。今日のテーマ想像、うん、もうすぐ来ますね、マクガンの季節。ヤシガニですね。はい、都でいうところのマクガンですね、うん、はい、はい、ある日仕事が深夜11時を過ぎた帰宅途中、うん、池間大橋の手前で久しぶりの大物を発見。あ、やったー、夜食を発見。と早速車を降り、必死に後ろ向きで走って逃げるマクガンを後頭部から足で踏みつけて確保成功。ハサミを後ろに後方に掴み上げて車に戻って袋を探す、はいはい、あれ
にいつも乗っている肥料袋がない。いつも乗ってんだ。普通の袋では危ないのよ。ベストなのはあのポリエステルチックな素材の肥料袋って習いました。破られるんだね。どうしよう、どうしようと20秒ぐらい考えたけど、私は運転席の窓を開け、うん、外に右手を出し、マクガンを持ちながら帰ることを決断しました。危ない。対向車を左手で運転、右手でマクガン。そうそう。あち必死になと思って。対向車を気にしながら発進。橋も半分くらい渡りきり、ちょっと恥ずかしいけどいいやって思っていた瞬間、マクガンの足が私の親指を捉えた。すんごい力で引き離し、マクガンが道路にダイブ。転がるマクガンを目で追った次の瞬間、対向車がマクガンをぐしり、はー、私のマクガンが。この衝撃の事件を家に帰って両親に伝え、大爆笑され就寝。翌日、私よりも先に仕事へ出かけた父から、おい、お前のマクガンがペッタコだけど、と電話で大笑いしながらの現場中継をされました。しばらくして海鳥やらに食べられたのか姿は見えないけれど、引かれた痕跡がずっと残っています。今も8年くらい前なのに見るとなんとなく心が痛みます。過去食べられなかったから。お二人はマクガン食べたことありますか？良い子は決して真似をしないでください。真似しちゃダメよ。私まだないな。私もないかも。食べたい、食べてみたい。いやでも高級食材ですからね、結構値段するんですよ。必死だ。そりゃ必死になるんだね。夜食だーっつって。金曜日の定番だねこれ。こんにちは人間どもの皆さん。さあ今週もやってきたね、みんなのアイドル、ミサトのトンボのコーナーだよ。なんてったってアイドル、俺様アイドル。ふわ見た目はヒョウドウ、目つきはプードウ。ふわふわ。おう人間ども、今日は二三もの申したいね。どうした？まず高い確率で俺様の後に出てきやがるコンチクショーがいるよな。正直ちょっとユニコーンぐらい大迷惑に思ってるね。ピサローのパン2ってやつ。なんでかって言ったら、やつが俺様の次に出てくると俺様の存在が薄くなっちまってる気がするよ。いやむしろ大事なくなってるよ。あの日はパンチ効いてるから、俺様がベジータだったらナッパみたいにポーンしてやるぜ。あとミキトゥニーってメスいるよな。先週やったらと俺様が31だってことに食いついてきた。もっとネタのフォローしろよ。てか31で悪かったな。俺様だってこんなはずじゃなかったんだぜ。多分今日も俺様の後にはピサロのパンチが控えてると思うから、一言俺様が今日伝えたかったことを言っとくよ。よく俺様のこと面白いってリスペクトしてくれる人間どもがいるけど、今日は特別に俺の面白さの秘訣を教えちゃうぞ。準備はいいかな。俺様の面白さの秘訣はズバリこれ。俺が面白いんじゃなくて局長の読み方が面白いんだよ。ドンデンフェーン。あコミさんバイバイブー。自分で言っちゃったよ。もう残念でした。つけまつけまつけマッサージ、長風呂マッサージつけて、見たこと見たことないマッサージ、かわいいのつけマッサージ。どうも、ニーハオ先生。ニーハオしすぎて、ハモモな局長のアイジャライとかさ、キャリーマサマサの邪魔にやってます。ピピコとピサラのパーントゥーサイが、今局長に歌っていただいたのは、キャリーサマサのつけマサジって曲だ。やっぱ局長大豆さすがだな。つけマサジをここまで歌いこなせるのは、キャリーマサマサと局長ぐらいだ。だけどマサマサは長風呂すぎて、歌う時間になってもお風呂から全然出てこないから、キャリーって名前は局長にあげる。話変わって、先週嫁と娘と今度は西原のビーチに砂で2階建ての別荘建てに行ってきたと。西原の砂はトロピカルビーチより質が良くてサラサラしてて上等だったけど、別荘作りには不向きだったよ。窓がよ、窓が。あさってが覗けるはずの窓が作れないわけよ。
そうしたらば局長、一生懸命あさってを覗きたくて窓を作ってたらまたいたぞ。ブーストブサイクの泣いちゃうカップルが。今度は関西方面の海に浮く練習してるみたいでブスが、浮けへんよ。ほんまにすごいな。ブサイクが、せやから力が入りすぎてんねんて。リラックスせんと。ハードとブーストブサイクしか言わないはずでやろう。会話が聞こえてくるから。ここは沖縄の平和のためにより良い環境を提供してるであろう。ピーピーがビシッと。おいおいおい、海に行く前にお前たちの声のデカさが周りから浮いてる際が、あっちへお行きしっしっしって、ウミガメさんにお伝えしておきました。ウミガメ、あと、アイジャラ糸勝さん。アイジャラってのは都でこんな時に使うからお知らせしておくの。なんだ。ここの授業で、お着替え中してる時に、お友達のチェンチェンブラブラソーセージ、ケチャップつけたら美味しいよが、お見えになった瞬間に、大豆冷たい水をかけたらみんな一斉に、あいじゃらーって言うの。水がかかった時の宮古んちは 100%、あいじゃとか、あいじゃらって言うから、だから梅雨の時期は、あいじゃー祭りの。いろんなところで、あいじゃー、あいじゃら、あいじゃーって。いいとこですもん。これからは水がかかった時のリアクションに、あいじゃら使うよ。じゃあ今日も楽しく聞いてるから。あーすごいね。アイジャーは聞いたことありますけど、アイジャラもあるんですね。アイジャラ祭り開催地絶賛開催中でしょ今。ただ今ね、台風の時も大変になっちゃうんですよね。大丈夫でしょうか。ところ構わず聞こえてくるんでしょうね。本当に本当に本当に大変だもん。次行っていいですか。行きましょうか。次替え歌シリーズですね。5月26日ウィークエンドでのゴールデンネーム中田かりさんの作品と、7月13日金曜日放送ゴールデンネーム14味唐辛子さんの作品です。さあこれで行きましょう。社員番号4357中田さんです、はい、数年前仕事から帰り深夜にむしゃくしゃして作った替え歌を送りたいと思います。お邪魔女カーニバルならぬ、お金がねえマジで。おドッキリドッキリだんだん、保険の通知が突然出せる出せる。ビックビックリリンリン、ボーナス減給つらいぜ、どうするどうする。叶うなら毎日給料日、望む安定した収入。やなめい最初全部ゴミ箱に捨てちゃえ。はいはい、延滞料金未払い請求、電話で聞いてもそっぽ向くけどダメだ、いつまでこんな生活、今月ギリギリ赤字だね。大きな声で海に叫ぶ、そしたら前歯が飛んでった。お金はないのに治療費かさむ、うるさい上司をみんなでフルボッコ。お空に届け年収上がれ、言うだけただだよね、言ってみた。貯金を崩して海外旅行、アラームが鳴ったら目が覚める、戻される現実ね。素晴らしい。スタンディングオベーション入りました。ブラボーブラボー。まあ歌詞もね、歌詞も特にフルボッコのくだりはね、非常に良かった。毎日が給料日、そうですよ、これもいいですね。何よりも折れなかったミキに最後まで歌い切ってやりきった。私ね、ったお邪魔女カーニバル大好きで、これお邪魔女ドレミでしょ。お邪魔女ドレミのお邪魔女カーニバルっていう歌なんですけど、カラオケで歌うのこれ。歌うんですよ。うちの妹がちょうど世代でね、見てたんですよ、朝7時に一緒に。あーそうそう、プリキュアの前身ですから。泣けるんですよ、またこれがね。泣けるのこれ。いい話よ。いい話なんですね。友情って大事だみたいな思います。局長ビクトリーこんにちは。こんにちは。昨日友人から、妹夫婦が家を建て新築祝いするんだけど、いろいろあって参加人数半分ぐらいに減ってよ、できたら寿司集めて参加してくれんかって電話があったんですよ。っていうのは14味唐辛子ね、はいはい、日時は明日の6時。自分は姉夫婦と会ったことないけど寿司嫁と参加することにしました、うん、今の気持ちを歌にしたので局長お願いします。那覇からみんなでカツレンチョ、お家を建てたり一
春堂新築祝いだ待ってました待ってましたあれひーじゃひーじゃ夕飯はひーじゃお汁にふちばや生姜を入れて刺身も一緒に食べるんだろうな僕は食べるよ4杯食べよ全然知らんちゅだけど関係ないおいヒージャー好きは嬉しい他人だろうが何だろうがヒージャーが食べられればいい新築屋行けばヒージャーだろうという刺身もついてるよっつってね気持ちがすごく伝わりました伝わりましたねあ、ぜひ楽しんでくださいヒージャー汁楽しんでください知らんちゅっていうのがいいですよねあ俺これ好きだな涙流すミキのおじゃまじゃもすごかったよこれだってベニーのスパイダーこれお金ねマジでね、着信にしてるんだって着信を電話が鳴るたびにこれこれがやだよ私歌ってんでしょ超やなんだけどゴールデンをお送りしてます。ツイッター課長もっさりが改めて、なんだこのラジオみんなが今日思ってることだと思う。ゴールデンアワード2012。続いては火曜日の人気コーナー、頂点から、10月23日放送、お題、国民が見たくなる視聴率 25% 超えのドラマとは、での、ゴールデンネームアイラブ・オシレットさんの作品、そして、6月5日放送のお題、ワールドカップ出場決定時にカビラ・ジエさんが思わず言ったうちなぐ人はでの、ゴールデンネームファンタのモチコさんの作品、どうぞ。頂点。頂点。いただき、それとも、あざけり、ゴールデンおぎりで楽しんでもらいましょう。今日のお題は、社員番号6426番オールフリーさんのお題、国民が見たくなる視聴率 25% 超えのドラマのタイトルとは？アイラブオシュレットさん。国民が見たくなる視聴率 25% 超えのドラマのタイトルとは、一つ屋根の前、どこだどこだ101回目のプロローグ、おいやプロローグ101回目いつ入ればいつ入ればね始まるよ入んのは頂点頂点ワンタの申し子から来てます。ワールドカップ出場決定時にカビラ・ジエさんが思わず言ったうちの口とは、わね、はめやらんどやしがよナベライペコチーノー全然関係ねえあーやばいミキもうちょっと最近不能に今なってますダメだおい何これあすごいですよ破壊力抜群でしたけどダメージ半端ないねこれはぁっさ見ろ芋見える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 また笑ってしまうからたくさん系今日はもうこれでしょこれですねこれはもうファンタの申し子これクリアファイルあげますよおやったファンタの申し子ワールドカップ出場決定時にカビラ・ジエさんが思わず言った内田口とはワンネハメやらんのよしがよナベラいっぺんこっちのあ、頂点でした今日の軟骨さん、私には全く意味不明でしたが、多分今年一番ミキとニーが爆笑したネタ、それがファンタの申し子さんの投稿ワンネハメやらんどりわかったグレート読みたんかなか、アイラブ・オシュレットさんの一つ屋根の前ですね。いやもう素晴らしい。もう一歩行けやと突っ込んで。笑いが生まれる手法は終了。続いては9月5日木曜日放送、ゴールデン会議のテーマ、どうにかしてあげたいでの作品です。どうぞ。ゴールデンをお送りしています。局長皆さん、チョリッス。チョリッス。ヤンバル行ったお土産で、ミキトニーには絶倫な藤岡弘あげるよ。なんだそれ。ヤンバルに絶倫な藤岡弘探しながらドライブしてたら、お腹が空いてたんで沖縄そば屋に入ってそば食べてた。いいね。
チャラいナイチャー男女が入ってきて男が注文したわけ。ソーキそばジューシーセット。何ソーキそばジューシーって。わかんねえの？ソーキって肉がジューシーに焼かれてんだよ。へえ、マジ鬼。このヒージャージラーの痛い男と女どうにかしてあげたい。と思いながら。その後ソーキそばとジューシーが出てきて、男がジューシー指さして従業員に、これサービスっすかって言ってた。そしたら従業員がセットのジューシーですって。何のことかわからなくなった男がこう言った。あ、そのパターンね。どっちのパターン？泣いちゃう男と女と従業員が沈黙のまま変な穴空気になってた。いいね。そっちのパターン、ね、そっちのパターン。使おう俺も。これ私も使いたい。そっちのパターン。ああ、そうだ。一つしかねえよ。他にどのパターンが教えてくれよって感じですよね。これね、ゴールデンネームがなかったんですよ。ゴールデンネームなかったんだ。誰だろう。ちょっとぜひ名乗り出てください。ちょっと深みに失敗した。あなた深み巻き返しが半端なかったね。半端なかった。確かにね。すごかったよ。続いてはですね、11月6日火曜日、火曜日の会議テーマ、あたかもでのゴールデンネーム、タンパク小僧 RX さんの作品です。タンパク小僧 RX です。あたかもですか、うん、私が風呂上がり、すっぱだかでうろうろしていると、妻が私の方を見るや、おもむろに手のひらを差し出し、あたかも口笛を吹いているように、フィー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 と言います。そうすると私が、チッ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 と言いながら、たまちゃんを差し出された手のひらに乗っかり。そう、それは、あたかも手乗り文鳥のように、さりげなく乗るのです。今は子供もでき、さっぱりやらなくなりましたが、なかなかおつなもんですよ。ぜひ踊るの。バカじゃないよ。何してんの、この人たち。ポンで乗っけるってバカじゃないよ。汚い。風呂上がりとはいえ汚いね。やだよ、そんなカップル。そんなカップルやだよ。やだやだ。頭の上に乗せてちょんまげのやったことありますけど、手のひらには乗せたことはないな。手乗り文鳥。いいね。今度やってみたいと思います。出ました。レジェンド出ました。でここからの歩みのフォローです。ざっくり要約してくれるのよ。そう書いてくれるんですけど、さっきのタンパクこそ RX のお題が妻とのパーティー。なんだよ、何パーティーなんだよこれ。リッツ、これサーコチアスク来んのこれ。ランデブーか迷ったんだって。いや、ランデブーよりはパーティーだな。なんでブーかパーティーかって言われると、パーティーだよ。それはもう、本当に。デザートにもなるよなんだエイリアンです。横に書くんですよ。そう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 。タイトルをね。だいたい要約してこのメッセージがどういう意味なの、どういうメッセージなのか書いてくれるんですけど。スマートフォン。ささやかだね。本当に。ささやかなパーティーだ。さあ、もうみんな腹がよじれると笑っていただいたと思いますが、こちらが最後の作品ということになります。3月30日金曜日、広島の風さんの作品です。ゴールデンアワーをお送りしています。背景、社員番号102番、糸数美希様。1986年3月31日、あなたはこの世に生を受けました。うん、早いもので明日で27歳の誕生日ですね。本当におめでとうございます。ありがとうございます。静おば、鶴子おば、マサールおじさん、そして純子おばさんも、あなたの誕生を心から喜びましたね。小さい頃は琵琶の生えた庭で自転車に乗って遊び、クリスマスにはサンタさんにアンパンマンのキーボードをお願いするとても可愛らしい女の子でした。小学校5年生の時、いとこのニーニーが甲子園に行き、それ以来野球が大好きになりました。中学生の時、遠足であまり喋ったことがない男の子と T シャツが被ったのも、今となってはいい思い出です。高校生の時、付き合った彼氏はメールにハートをチャーツかいいだったり、他にも芸人のヒロシに似たり、誕生日が8月31日だったり、
手料理に飢えていてオクラにマヨネーズをかけただけのものを絶賛されたりと、いろんな方とお付き合いをされましたね。夜ゴキブリから逃げていたあなたを警察の方に心配された時も、整形の宮森先生の濃い腕毛に癒されたことでしょう。またバス停で車が3台並んでナンパ待ちをしていたのも、今や江南高校の伝説となっています。玉川大学文学部国際言語文化学科に進学したあなたはすぐに友達を作り、ドゥーやドゥマンギチョンなどのニックネームで呼ばれていました。2007年10月から全米一安全と言われるカリフォルニア州のアーバインに留学をされ、中学生の時バックストリートボーイズを聞いて憧れていたアメリカでの生活を満喫されました。そんなあなたも今ではゴールデンアワーで明るい笑い声と類まれなるユンタクのセンスでリスナーのハートをゴールデンにすべく日々奮闘していらっしゃいます。FM 沖縄のギャラリーで行われた二次面接の時、一人だけ白いスーツで登場したのもつい昨日のことのようです。あ、そうそう、あの時隣に座っていたのはマリコでしたね。次は結婚ですかね。と言っても怖いけど外面のいいマサジと嫌いな食べ物が多くヤクルトファンのミエコ、そして2歳下のリョウヤ君と10歳下のアイリちゃん、さらには金魚のピーコを早く安心させてあげてください。年収6、7で親を大事にする笑顔の素敵な、まあ早い話が斉藤佑樹選手みたいな人が現れるといいですね。以上、私の頭の中のミキペディアより引用してお送りいたしました。最後に、大城さんはチャーシャベリーだから気をつけるんだよ。ではこれからのご活躍とますますのご発展を記念いたしまして締めさせていただきます。かしこ、社員番号2995番、広島の風。上記の内容はすべてゴールデンアワー放送内でミキトニーが話した内容に基づいて構成しております。あしからず、何一つ間違ってない、すべてパーフェクトでした。今全部言った名前、出てきた人物、頭をよぎりました。ポッドキャストおさらいしたんですかね。私ですら覚えてないことが、そこかしこにあります。完璧。何一つ間違って、時間軸もあって。素晴らしいね。本当に。何が出てきちゃった。すーごい、みんな。はい。完璧です。すごいです。はぁ、疲れた。俺も疲れました。流さよ流さよ。でも何一つ間違ってない。それが感動。ああ、ありがたいですね。ここまで。なんでや、悪くてこんなこと書いてこなかったわ、広島の風や。ああ、面白かった。すごい、背中痛い。これはさ、本当にゴールデンアワー、ミキに対する愛を感じますよ、ね。素晴らしい、本当に、本当に今聞いても完璧だわけ。思い出したもん、オクラ絶賛されたの。やさやさーんに。うとうさいわよ。完璧。いや、一般リスナーやって。喋り方一般リスナーやって。面白い。すごいな。さあ、ということで、皆さんからたくさんご応募いただきました。素晴らしい、本当に。本当たくさん、もう笑い転げてしまいましたけど。何も言ってないよね。私、今日は何も言ってない。いいコメント何一つ残せてない。普段から言ってないから。いや、ちょっとやめて。いいコメント。そういうのやめてよ。さあ、この中から、栄えある、ゴールデンアワード2012、最優秀作品、大賞を選びたいと思います。栄えあるゴールデンアワード2012、大賞は広島の風さん、おめでとうございます。もう、あなた以外にあげられないもん。いや、一番多かったんですよ、でも本当に。このネタが面白かったっていうのが、ね。いや、私ぶっちゃけほら、私は面白いけど、私含め糸数家は面白いけど、果たして皆さんは面白いのかっていう疑問はあるんですけど。あ、よかった、来てた、みんなからメッセージ。来てました。よかったわ。来てました。しかし、この方はね、次長部長シリーズも結構好きで、みんな来てたんで。あー、面白かったもんね。すごい上に努力を感じるよな。そうね。本当に。ゴールデンアワード2012、大賞は広島の風さんでした。さあ、ここで今日皆さん、タンタン来ていますので、一気に行きましょう。せーの。タンタン、タンタン、誕生日。今日は、せいやくん9歳、沢村智樹くん11歳、泉川博和さん34歳、木屋竹ゆずるさん41歳、社員番号5849、田中さん、こうきくん6歳、りおちゃん3歳の誕生日。おめでとうございます。最後このコーナー、今日のホームラン、どんどんどんちゃん、よっしゃよっしゃよっしゃ、ペー、取引先の年賀状7枚手掛けて書き終わった。7枚かよ。どしゃくのまるで。家族で明日の夜はすすきの食い出して忘年会。楽しんでね。学生人 VS バラタン星人。
人間ドックのバリウムすっきり出た。でも飲んだ以上に出たような気がする。昨日の通り今日で仕事を納め、明日から休みを引き終えたれな黒眼鏡雨の沖縄もイリジーも仕事納め、今日のソニカも37もだな、うん、それから折りたみ耳、今日で今の会社退職、次の会社まで19連休そうか、頑張ってね。ロードは友も11歳、ゲームしてもいい時間が15分増えた、嬉しい。ユーチャーライブ年越しのことになりました。いいねいいね、それから音つきたらサーガスのペアチケット当たったぞ。おカマキリ拳法風邪治った、よかった、それから横溝横陣くん、エディアミちゃんお疲れ様でした、ということで以上です。ありがとうございます。来週までいますから、ね、そうなんですよ、よろしくお願いします。で、今日もねたくさんこれが面白かったっていうの届いたんですよ。大里のカリアとかジャッコニールから、うん、なのであの1月1日の、ゴールデンは初飽きないの中で紹介できればなと、うん、いいですね。こういった形でできればなと思いますので、1月1日も初笑いしていただきましょう。パーティーパーティーしましょう。疲れるんだよなこれ。確かにね、うん、素に戻ってしまう。ゴールデンをお届けするのは私局長西向井光三とミキトニーこと糸数ミキと秀島こと秀島雄一でした。それではまた来週、バイバーイ。バイバーイ。